NEC 山形サッカー部はかつて存在した日本のサッカークラブ。山形日本電機のサッカー部として1984年に創部し、1996年から1998年まではアマチュア組織のままでチーム名をモンテディオ山形と呼称した。日本プロサッカーリーグに加盟するモンテディオ山形の前身となったクラブである。 ベニバナ国体のメイン会場にもなった NEC、山形サッカー部の本拠地、山形県総合運動公園陸上競技場、山形日本電機の鶴岡工場内で創部された、NEC 山形サッカー同好会として発足した、鶴岡地区5部リーグ優勝、鶴岡地区4部リーグ優勝、鶴岡地区3部リーグ優勝、 1992年に開催される第47回国民体育大会のサッカー競技松員企業に指定された鶴岡地区二部リーグ優勝鈴木勝美他三名の強化選手を採用するなど本格的な強化が始まったこの年に発足した山形県社会人サッカーリーグを7勝0敗1分で優勝した東北社会人 サッカーリーグチャレンジマッチで、秋小クラブに1例、東北電力に2例で勝利し、入れ替え戦に進出。入れ替え戦では、呉れ科学に、正治正樹、相田武博のゴールで2 1で勝利し、東北リーグ昇格を決めた。この年から、大学出身強化選手の採用が本格化したほか、特別コーチとして、山本正邦を招聘した。初参加となった、 東北リーグでは、当時リーグ2連覇中の TDK などが所属していたが、12勝0敗2分、得失点差プラス36の成績で、初出場初優勝を飾り、JFL 昇格をかけて戦う、全国地域サッカーリーグ決勝大会に、初めて参加した。初戦の新日鉄室蘭には60で対象するも、東京ガスに後半終了間際の失点で01で、 敗れ、一勝一敗の成績で一時ラウンド敗退となった。また、天皇杯全日本サッカー選手権大会の東北予選を突破して本戦へ初めて出場したが、一回戦で JSL 所属の全日空サッカークラブに03で敗れた。本拠地を鶴岡市から山形市に移転。東北リーグは14勝0敗0分。 特殊点差プラス62の成績で2位の東北電力に勝ち点8差をつけて2連覇。初出場となった地元開催の全国社会人サッカー選手権大会は準々決勝で PJM フューチャーズに敗北するがベスト8の成績を残した。地決の一時ラウンドでは日産 FC ファームに11で引き分け。 アンフィニ札幌に2例で勝利し1勝1分の成績で日産 FC ファームと並び同率1位となり、再試合で日産 FC ファームに1例で勝利し、1次ラウンドを突破した。決勝ラウンドでは、性能運輸に1一で引き分け、大阪大大周期区団に1一で引き分け、最終戦に勝利すれば、JFL 昇格の条件となる2位以内が決定したが、 大阪ガスに1-2で敗戦した。結果的に0勝2分いっぱいで4チーム中4人に終わり、JFL 昇格を逃した。また、天皇杯本戦に2年連続出場したが、1回戦で国士舘大学に PK 戦の末敗れた。ジョンミョンギ、ジョンギョングの韓国人プロ契約選手2名を採用した。東北リーグは11勝1敗2分。 特殊点差プラス37の成績で2位の東北電力に勝ち点誤差をつけて3連覇。地決は1時ラウンドを北海道電力に6レ本ホンダ技研工業鞘山に31で連勝し、決勝ラウンドに進出。決勝ラウンドでは、初戦のトヨタ自動車東富士に22で引き分け、2戦目のセントラル SC 神戸に1レ勝利し、 前年に引き続き最終戦に勝利すれば、JFL 昇格の条件となる2位以内が、決定したが、最終戦の PJM に14で、敗戦、1勝1敗1分の成績となり、惜しくも4チーム中3くらいとなり3年連続で、JFL 昇格を逃す。天皇杯本戦には3年連続出場したが、1回戦で、JFL 所属のホンダギ健康業に01で、 敗れた。なお、地元開催となったベニバナ国体は、青年一部で6位に入賞した。本来、なおきた1名の日本人プロ契約選手の採用を、開始した。東北リーグは13勝0敗1分、特失点差プラス62の成績で2位の、東北電力に、勝ち点3差をつけて4連覇。2年ぶり2回目の出場となった前者は2回戦で、 藤枝市役所に PK 戦の末敗れた。地欠は一次ラウンドで、北海道電力に33で引き分け、大阪ガスに2レで勝利し1勝1分の成績で突破。決勝ラウンドは、初戦の東亜建設工業に3レで勝利、2戦目の日本電装に01で敗戦したが、最終戦のジャトコに00で引き分け、1勝1分いっぱいの。 成績で4チーム中2位となった。例年、決勝ラウンドの上位2チームが JFL に自動昇格するところ、この年は JFL 再編成のため、入れ替え戦が実施されることになった。入れ替え戦では JFL2 部8位の性能運輸に01で敗れたが、当時 JFL2 部に所属していたトヨタ自動車東富士が JFL を脱退することになったため、 廃車復活戦で最後の一枠をかけて日本伝送と対戦した。当初、廃車復活戦は、性能を輸入せに翌日の1994年2月12日に開催される予定だったが、降雪のため延期となり、1994年2月17日に国立西川岡サッカー場から藤枝市民グラウンドに会場が変更されて開催された。 日本伝送に二例で勝利して、四度目の地決挑戦で、ついに JFL 昇格を果たした。JFL 昇格は、東北地方に本拠地を置くクラブとして、初めてのことであった。高橋健二が、プロ契約選手として採用され、山形県出身選手として、最初のプロ契約選手となった。また、ブラジル人プロ契約選手2名も採用された。 JFL 初年度となったこの年は、全国リーグのレベルの高さに苦戦し、10勝20敗の成績で16チーム中13位となった。エースの広沢健治が8得点、山田信秀が7得点と活躍した。6月9日に行われた第13節の柏レイソルとのホームゲームには、平日にもかかわらず、入場者数は15,835人を記録した。 なお、当時山形県内には、ナイター設備を持つ、競技場がなかったことから、柏レーソル戦を含めて4試合を、山形県野球場で開催した。2年ぶりに天皇杯本戦に出場し、初めて、J リーグクラブと対戦が実現したが、1回戦で、名古屋グランパス8に23で敗れた。NEC 山形から、地域密着クラブチームかの要請があり、 検討を開始する。石崎信弘が監督に就任。JFL では13勝17敗の成績で16、チーム中10位となった。この年加入したアンジェロが得点ランキング5位体となる16得点を挙げ、広沢健二は9得点を記録した。将来の J リーグ昇格に向けた地域密着化に伴い、NEC 山形から、 チームの名称変更を実施することになった。2月23日、県民投票の結果、モンテディオ山形、オラクロス山形、バーテクス山形、アルテリア山形、山形セレノールという5つの名称候補の中から、最多の490票を獲得した、モンテディオ山形に決定し、アマチュアチームのままチーム名を、モンテディオ山形へ解消し、 同時にチームロゴマークを発表した。J リーグ加盟に向け、9月9日、山形県サッカー協会、モンテディオ山形講演会、NEC 山形による、モンテディオ山形法人設立準備室が設置され、法人化に向けた準備を開始する。JFL では16勝14敗の成績で16、チーム中8位となり、昇格3年目にして、初めて勝ち越した。 アンジェロが13得点、アウドロが8得点を記録した。天皇杯には JFL シードとして2年ぶりに本戦出場したが、3回戦でガンバを大阪に敗れた。4月を目標に J に参入条件の一つである法人設立を目指していたが、行政 NEC 山形以外の出資企業が現れないため難航した。NEC 山形は、 法人化が実現しなかった場合の当年限りの JFL 撤退を表明し、山形県内の企業に法人化に向けた支援を求めた。その後、後の山形県副知事並びに、山形県スポーツ振興21世紀、協会理事長となる山形県教育長の金森義弘が、積極的な行政支援を表明し、 法人設立に向けての活動が促進され、5月29日に NEC 山形、山形県サッカー協会、モンテディオ山形講演会の三者連盟で J リーグへ j に参加を申請した。9月29日、モンテディオ山形法人設立準備室は運営母体を社団法人としてクラブを運営するとした。12月11日、日本サッカー協会理事会において、 チーム法人化の条件付きで J に参加が承認された。JFL では19勝11敗の成績で16チーム中5位となり最高成績を更新。アンジェロが得点ランキング3位体となる19得点を挙げ、マルキーニョは8得点を記録した。天皇杯では3回戦でサンフレッチェ広島に敗れた。3シーズンで48ゴールと活躍したアンジェロは、 この年で対談した。1月19日、社団法人山形県スポーツ振興21世紀協会が設立され、2月に旧山形県職員研修所ビル内にて運営開始した。3月27日、日本サッカー協会理事会において J に参加が正式承認された。10月19日、事務所を山形県スポーツ会館内に移転した。 11月3日、公募により、チームエンブレムを制作発表した。この年から、選手全員が、プロ契約となった。ユースチームも発足し、初代監督には、テクラ森博士が就任した。JFL では、開幕から6連勝するなど、好調を維持し、前半戦を14勝1敗の首位で折り返した。第17節終了時には2位との勝ち点差8となり、 首位を独走するが、徐々に失速し、第23節で川崎フロンターレに首位を明け渡した。最終的には22勝8敗で3位となり、JFL 歴代最高成績となった。この年、清水エスパルスから期限付き遺跡で加入した佐藤幸彦が14得点の活躍で、新人王とベストイレブンに選出された。その他、塩川竹人が11得点。 マシモサトシが8得点、高橋健二が8得点、庄司隆が7得点を記録し、5選手が7得点以上を記録するなど30試合で69得点と、攻撃力が光った。また、若松大輝は DF ながら6得点を記録し、ベスト11に選出された。天皇杯では3回戦でガンバ大阪と対戦し、庄司隆の2得点でニーチで勝利し、公式戦で、 J リーグクラブから初勝利を挙げた。4回戦では、名古屋グランパス8に2から3で赤敗した。山形市陸上競技場リーグ戦その他、JFL 新人王、佐藤幸彦 JFL ベスト11若松大輝、佐藤幸彦 JFL オールスターサッカー出場、鈴木克美、宮武太志、本外直樹アンジェロ、若松大輝、四クレー JFL オールスターサッカー最優秀選手、アンジェロ最多得点試合最多連勝ホーム、最多観客動員数通算最多試合出場、通算最多得点数シーズン最多得点数、ハットトリック NEC 山形サッカー部と同じく、日本電気グループに属するチームを前進としたチーム。ありがとうございます。